はい、皆さんお疲れ様です。今夏休み中なんですけど、一件ですね、通販で買ったあの電動アシスト自転車をちょっといじってくれっていうふうに頼まれたんで、それを開封の儀からねやっていこうと思います。物はですね、こっちですね。ID でいいのかしら。AHTS ってやつね。こういう折りたたみ自転車で、電動で、やつなんですよ。で、まあノーブランドって言っちゃっていいのかしら。ごめんなさいね。今回はね、場所がなくて、こういうところからお送りします。本当はやろうと思ってたところがね、今、日向でとてもじゃないけど、撮影できないんで、こういう隅っこで、今日は。やっていきますけどね。じゃあまあ開封の儀からやっていきましょう。で、これはあのこのままお客さんのところに届けられちゃうのね。だからまあこれで素人の人がこれでどうにかせえってやつなんだけど、だいたい私の過去の経験から言って、こういうのってのはねひどいのよ。ガタガタなのよ。ガタガタなのが当たり前で、それでもあの売っちゃうんだよね。で、これの買った値段が8万いくらとかそんな感じらしくて、だからあの日本メーカーの買うよりかは安いじゃない。だからついつい買っちゃうんだけどってやつね。うん、まあこんなだ。はい、じゃあ行きましょう。2本持ってこなきゃダメかな。はい、梱包を一応取りました。で、梱包材だけでこんだけあるのね。うん。で、これ8万いくらって言いましたけど、なんでこんなに安いかっていうと、こういう梱包を解くのから、こういう梱包のあの廃棄から全部客にやらせるから、売る側としては有利なんですよね。これ普通はあの販売店が全部やって、で点検して調整して、それからお客さんに渡すんですけど、そういうの一切やらないと、そこを全部省けるんで、まあ、うん、安くできると。安くしても、うん、利益が出ると。だからお客さんのためを思って安くしてんじゃなくて、手抜きをしてコストの帳尻を合わせてるだけですね。まあもう商売やってるんですから、当然儲けなきゃ話にならない。で、これは付属品で、これはあの、これは AC アダプターね。で、これはリフレクターみたい。あとは、その他のリフレクターついてて、で、携帯工具もついてる。うん。なるほど。なるほどって感じね。はい。じゃあ、これから組み立てていきます。折りたたみの状態から、あの、ここまで、組み立てるっていうんですかね。やりました。で、これはまだ私は全く触ってないですね。では例えばこの辺のブレーキレバーとかは、まあ左右がこう合ってない。これは上がりすぎ、これは下がりすぎね。それからここのボルトを入れて、もうちょっとこれを手前にしてやんないと、日本人の手に合わないですね。それからここがメカディスクですから、メカディスクも多分微調整してやんないといい具合には動かないと。思います。それとね、空気が入っていないから、まあまあ、どうしますかね。で、バルブもね、なんかこう、鉄でできてて、なんだかなって感じね。まあ、サイズがあと、これ太いですよ。これいくつなんだろう。14か。14の 1.95 だから、かなり太いですね。だから、チューブの入手はなかなか難しい。それか、チューブタイヤね。それから、これ、バルブが曲がってるタイプだから、曲がってるタイプじゃないと空気が入れづらいかもしれないですね。あ、キャストホイールだ。うわ、なんか、この辺も、初めからなんか傷が入ってるというか、なんていうか。だね。そうですね。うん。まあ、ちょっと、あの、私が、あの、全体を微調整だけやっていきます。適切な位置にブレーキレバーを持っていくと、こう折りたたむときに当たっちゃいますね。これはあの、リアの荷台に当たっちゃってる。で、こっち、右レバーは BB に当たっちゃってる。だから、うん。そうね。設計の爪が
甘いのね、甘いし、まあこれでもどうせ客は文句言わねえよっていう、そういう計算ね。はい、荷台を取りました。荷台を取ると、今度はね、レバーとこのフレームが当たるところに来ちゃうんだけど、まあここは諦める。あの荷台があったというよりかは数センチこう余計に畳めるようになったんですけどね。あと BB のところに当たらないように少し角度調整しましたけど、あとこう折りたたむときにね、クランクはこの辺の位置に持っていかないとダメね。あの反対だとこっちのハンドルバーにあのステムに当たっちゃうし、この辺だから一択ね、こっからここまでの間にこのクランクを持っていくっていうことになるということです。だからこれが折りたたまれたまあまあ最適の状態ということになりますかね。で、折りたたんでるときにここの端子が出っ放しなのね。だからこことかぶつけちゃうと、これガッチャンって、あの、折りたたんだ状態から、まっすぐにするとここにはまるんでしょうけど、だからこういう不安定な状態。で、これは何だろう。これ引っ張るとバッテリーが抜けるのかしら。ちょっと、やり方わかってない。あれ、抜けないな。取説読んでないんで、わかんないんですけどね。なんか、これはこうあると、なんか、抜けそうだよね。なんだろう、どうやってやるんだろう。どうやってやるかわかんない。ギュッてやると抜ける？まあ、違うな。どうやるんだろう、わかんない。まず、取説を読みます。そうね、オフィス？あれ？違うな。言葉引っ張りゃいいのかな。グッグッ、あれダメだな。ちょっと取説読みます。まあいずれにせよこんな感じですかね。でこれで何かあるとあちこち壊れていっちゃう。あの例えばこのライトも出っ張ってますしね、というのがあって、とてもじゃないけど実用的とは言えないと思うんですけどね。この折りたたみのペダルはどうやってやるんだろう、わかんない。まあこれはなんか、あ、こうか。こうやってガチャンと、ああ、できた。こうやると多少はこう狭くなりますけどね。よいしょ。指挟まねえかな。おっかない。おっかないよね。覚えない。手を怪我しそうだし、このチェーンのところで手は汚れるし、ですよ。だからこういうデメリットを承知の上で皆さん使うのかっていうと、結局使わないんで、それで私は反対なんですけどね、こういうのね。はい。それじゃあですね、ちょっと組み立てる様を見てください。組み立てる様はね、僕は当たり前な感じね。ちょっとやってみますね。これを、こう持っていく。それで、これはね、さっきのレバーが出っ張っちゃってると、これ、畳んじゃうと折れちゃうね、きっと。だから、あっちもこっちも注意しなきゃいけない。で、ここのレバーを、倒す。パチンと倒して、で、これが安全装置なんだろうね。で、よいしょって持ってって、よいしょ。で、ガッチャンと。ガッチャンと。あと、ここの高さを調整して、サドルの高さを調整して、出来上がりですね。で、組んだで、各部チェックね。問題ないかとかをチェックしないといけないんですよ。はい、じゃあちょっと乗ってきてみましょう。まあ、バッチリっちゃバッチリね。一応走る。
一応走ってブレーキも効いて、一応吸ってるのは、まあ、多少吸ってるのは吸ってるんですけど、まあ問題ないっちゃ問題ない、うん、あと小径ですんですごい不安定ですね。特に後方確認なんかするときなんかはめちゃめちゃ怖いですよ。あと変速はないんですけど、アシスト効いちゃってるんで、まあどうにでもなるっちゃどうにでもなる。あとは空気圧を気をつけてっていう感じですかね。で、所詮ね、ここに体重が乗ってっちゃって、フロント荷重がほとんど乗ってないですから、コーナーリングは怖いですよ。あとは何かあるとすぐ、フロントが滑っちゃう。で、そのつもりで乗らないとね。ということは、前輪の圧を、空気圧を低めですね。で、今も低くしてあるんだけど、あとサスペンションはほとんど動いてないね。うん。動いてない。まあ、これは飾りね。こんなんだったら、サスがない方がよっぽどいいんですけど、サスがなければ1キロぐらい軽くなるし、信頼性も高まるんで、タイヤの空気圧でよろしく調整した方がいいんですけどね。だけど